にちは、ガッチャンです。旅をしながら、YouTube をアップするという作業を日々繰り返しているわけなんですけども、 Wi-Fi、 ポケット Wi-Fi でかなり、助かっているところではあるんですが、実はこの度 Wi-Fi を変えました。かなり使いづらかったのですが、使いやすい Wi-Fi に変えたんですけども、1ヶ月間重複している期間があったので、どのくらいエリアによって電波の受け入れ状況が違うのかというのを目で見るような形で表現してみました。一つは最大手にもなるでしょうブロードワイマックス、あともう一つは Wi-Fi O と呼ばれているタイプで比べてみました。それではご覧になってみてください。はい、今アブト神社近くの駐車場です。 Wi-Fi を、立ってますね。WiMAX の方は、残念ながら圏外です。はい、広島県の尾道と広島の間にあるイオン三原店駐車場です。結構な市街地と港町という感じなので、まあ、ある程度電波あるんじゃないかと思います。さあ。バリバリですね。いいですね、ここは。ってことは、こっちは？まあ、当然ながらってことですね。両方ともバリバリに快適に使えまーす。今、厳島神社の、本堂出たところ、奥ですね、にいるところですが、電波はどうなんでしょうか。WiMAX の方です。あ、見えるかな。今電波が1本しかない状態ですね。見えるかな。はい、で Wi-Fi O の方がこれも見えない感じがするんだけど、気のせい。一応3本ちゃんと立ってますね。ただいま広島県の広島市の中区、いわゆる中心部の方なんですけど、どうでしょうかね。ちょっと若干ビルの谷間は影響してんのかな、わかんないけど、一本しか立ってないですね。じゃあこっちは一応マックスでいただいてます、電波を、っていう結果でーす。はい、今岡山県の道の駅三山公園というところです。さあ、電波はどうでしょうか。まずはワイマカー、もうくるくる回ってるから電波ないですね、これはね。あ、ないですね、これはね。で、こちら、Wi-Fi O はどう？あ、MAX 3本立ってますね。はい、兵庫県の姫路大津店だったかな、そこの駐車場でーす。まあ市街地なんでどうですかね、あ、全員バリバリじゃないですかね。
はい、ワイマックスを4本立ってまーす。で、Wi-Fi O は3本立ってまーす。はい、バリバリでーす。はい、兵庫県にある銀の馬車道という道の駅です。こちらはどうでしょうか。あ、県外ですね。そんで、こっち。お、結構安定な感じですね。はい、以上でーす。今は名神高速道路の草津パーキングエリア上りです。さあどうでしょうか。よいしょ。あら、4本中1本ですね。はい、じゃあこちらは、あ、ちゃんと3本立ってますね、フルで。はい、以上でーす。愛知県の刈谷ハイウェイオアシスです。じゃあ、YMAX はどうでしょうか。一本だけですね、ちょっと寂しいな。今度こっち。Wi-Fi O は3本マックスでーす。新東名高速道路の静岡サービスエリアです。さあどうでしょう。もしかしてのこれ。で、あ、県外ですね。ではこちらはポチッとな。あ、大きく結果が出ました。以上でーす。はい、青少バイパスの青少パーキングです。どうでしょうか。3本立ってますね。4本中の。こっちはどうでしょうか。3本中の3本ですね。以上でーす。埼玉県の関越と三好パーキングエリアです。まずは、YMAX でーす。4本立ってますね。さすが、都心に近いとこですね。はい、Wi-Fi O は3本全部、両方とも、電波良好でーす。いかがだったでしょうか。全国各地、というわけではありませんが、おおよそではありますけれども、本州の地区の東北以外、まあ、あと九州、四国、北海道はありますけれども、それ以外は、測定できたかなと思っております。YouTube で旅の動画をアップデートを日々することによって、かなり、Wi-Fi の性能というのが大きく左右をしてきます。今現状満足しておりますけども、状況が変わればどんどんいいものも出てくるかと思いますので、参考に、あくまでも参考にしていただいて、いろいろ調べていただければと思います。あくまでも参考程度にしていただければと思いますが、ブロードワイマックスで10分の動画を上げるのに2時間かかる時もありましたが、今では、
20分ぐらいで、終わっている状況なので、かなり違うと思います。あくまでも参考です。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。